ゼネラルグループの飛行部隊が緊張の続くメリトン地域上空で軍事演習を行いました。これは先にニューコムが発表したサンドバリー砂漠で行われるバイオプラントでの公開実験への牽制が目的とみられており、この行動に対しユーピオのクラークソン代表が今日正式にゼネラルリソースへの遺憾、Power for Life, Newcom。皆様の生活を支えるゼネラルグループ。時代の流れを皆様と共に歩みたいゼネラルグループ。未来の環境を皆様と考え作り出すゼネラルグループ。今日も誰かと、明日はきっとあなたと。
この美しい戦闘機で無限の大空へ自由に飛びつける姿をご覧ください。誰もが憧れる世界の治安を守るユーピオのエースパイロット。しかしこのパイロットが背負った運命を知るとき、私たちは言葉を失うでしょう。パイロットの名は広瀬玲奈。彼女は生まれた時からシルバーストーン病に侵され、日の光の下では生きられないのです。しかし今の彼女には翼があります。ゼネラルリソースの開発した最新の技術によって、新しい時代の新しい科学、特にエレクトロスフィアによる世界で目覚ましい成果を上げたゼネラルリソースの研究者グループがニューコムの母体となったのはよく知られていることです。そして彼らが宇宙開発への着手を発表した2032年から、事実上ゼネラルリソースの緊張状態が続いているのです。すでにエレクトロニクス、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、あらゆる科学分野でもニューコムの科学者たちはゼネラルリソースのそれを超えているとも噂され、長年にわたってその経済力で巨大な権力を誇示してきたゼネラルの時代が、ええ、はい、お休みの日ですか？公園で散歩はできないんで、本を読んだり映画を見たり、普通ですよ、全然。今こうしてパイロットになっていることがもう夢みたいな話ですから。ただ最近思うのは、体なんて人間にとって心の入れ物でしかないのなら、私には意味のないものだなって。いつも心で飛んでるんです。体には翼がないけど、心の翼が私に空をくれたから。このまま心ごと翼になってしまいたいって。あ、いないのか。じゃあいいけど、あれだ、お前がどういうつもりか知らないけど、ユーピオで飛行機乗りでいたいんならパーク司令には逆らうなって。ま、クラークソン派の連中の言ってる平和的な解決ってやり方でこの世界が守れるなら、最初からゼネラルにユーピオなんていらないんだし、どっちにしてもただの飛行機乗りには関係ないことだな。じゃあ次の任務で。あ、今度はもうちょっと俺のサポートにも対応してくれよな。レナやフィーのマニューバーのコピーばっかはやめとけ。俺の後ろはお前しかいないんだから。業務連絡を口頭で伝えます。正式な署名は追って伝送されます。ユーピオ所属の搭乗員は本日付で無期限の待機命令。まあ簡単に言えばかなり雲行きが怪しくなってきたってこと。じゃあ。コミュニケーションインタラプテッド、Receiving emergency broadcast. ただいま入りましたニュースをお伝えします。フェイスパーク地方においてかねてから緊張状態が続いていたゼネラルリソースとニューコムが交戦状態に突入した模様です。ニューコムからの公式発表によりますと、この攻撃はあくまでもゼネラルリソース側が行った違反行為への報復であるとのことです。この事態を受け、ユーピオのクラークソン代表は先ほど緊急会見を開き、治安維持部隊の現地への緊急派遣を。本日午前7時50分ごろ、ニューコムがゼネラルリソース側に対して大規模な軍事行動を開始した。我々ユーピオは両者の関係がこれ以上悪化することを避けるため、この行動を阻止せねばならない。なおニューコム側が警告を無視した場合は実力行使もやむを得ない。諸君の働きに期待する。以上。フラン
カーに乗れていいよな。おしゃべりしない。攻撃を開始します。エンゲージ。ベテランに気をつけろ。部隊の接近を確認した。ただし迎撃態勢を取れ。Update target.
作戦の目的は達成された。今後も諸君の活躍には期待している。ついに始まったわね。ニューコムの出方次第ではもうクラークソン代表の力ではどうしようもないことになるでしょう。ここで私たちユーピオの進化が問われるのは必死ね。そうそう、君前と違った動きしてたじゃない。いい感じだったよ。あ、どうも。これはあなたに出す最初のメールになります。この戦いが続くのならきっとこれからはあなたと一緒に飛ぶことが増えるのかもしれない。今日のような飛び方なら見える敵をあなたが思うように叩けばいいと思う。それではまた。ニューコムとユーピオ間の対話に対してゼネラルリソース側からの反発が混乱の火種となることを危惧する声も多いようですが。はい、ユーピオのクラークソン代表のような指導者は前時代的な政治家タイプと言えるでしょう。ゼネラルリソースによる有事や統一以降はですよ、経済の力が政治や司法を駆逐したこの時代で彼の行動は私にとっては時代錯誤としか言いようがない。それではニューコムとゼネラルリソースの戦闘はこれからも避けられないと。ええ、ただ私が言いたいのは。あ、すいません、ここで CM です。あ、いた。伝えておくことがあります。本日付でユーピオの治安維持活動についての指揮全権がパーク司令に一任されました。これからはユーピオ特別航空部隊サーフのメンバーとして常にレナと共同で行動することになります。まあ彼女のようなユーピオのスターと一緒なら中継も多くなるし下手な失敗はできないってこと。本日未明、我が軍の偵察部隊によってワイアポロ山脈のニューコム軍基地よりゼネラルリソースのエアウェイに対して電波妨害行為が行われていることが判明した。このニューコムの違反行為を阻止すべく基地周辺に配備されたジャミングレーダーを無力化せよ。Bullseye. Bullseye.
Warning. Missile alert. Bullseye.作戦の成功を確認。引き続き火口部周辺の施設を掃討せよ。Update target.くれるな。サーフのエースにでもなるつもり？作戦の成功によりエアウェイの安全は保証された。エキスポシティを発端にした今回の紛争はNUN 新国際連合所属のユーピオ特別航空部隊サーフを中心にした治安維持部隊の活躍によって沈静化に向かっている模様です。しかしゼネラルリソースとニューコムの対立自体はユージア全域への広がりを見せています。ユーピオのクラークソン代表が提唱したスナイダーズ会談の開催は両企業間での紛争を解決する糸口となるでしょう。次のニュースです。この世界に生きる者、歴史に名を刻む働きを残すことのできるパイロットは少ない。彼らがパイロットとして活躍しうる肉体的なピークは若いうちだ。ただそのピークは人間としての精神的な熟練を迎えるのに比べてもあまりにも早すぎる。いつの日か誰もが肉体の限界を感じるだろう。それは悪いことではない。ただその限界を超える精神力を持つ者はそれを口にする必要がないだけなんだ。しかし彼は肉体的にも精神的にもピークを迎えたまま
世に名を残そうとしている。彼の名はアビサル・ディジョン。ゼネラル・リソースのエースの名を欲しいままに大空を舞う。ニューコムの勢いは弱まってきたようだが油断はできない。そこで今後の展開に備え、ゼネラル・リソースの部隊と共同の訓練飛行を行う運びとなった。実戦ではないからといって手を抜くな。受けるつもりでいい。ついてこい。ミサイルの誘導が効かん。機銃で撃て。正確に狙え。出力を見立ててみよう。水力に頼るな。空力を生かせ。ボーナー感ではなく、ハンドガンマニューバーを読み取れ。覚えておこう。各機緊急支援。ゼネラルリソース領空内において、ミューコネクにある認可されていないコロニウスのサンプリティを確認。訓練を中止、直ちに現場に急行し、投下された落下傘コンテナを破壊せよ。たく、いい加減でお出ましときた。ニューコムのトンボども。Engage. Bullseye.
ニューコムによる環境汚染を阻止できた。訓練飛行は無駄ではなかったようだな。まだ帰ってないか。あ、おかえり。パーク司令から聞いたわ。ゼネラルのエースと渡り合ったらしいじゃない。かなり悔しいけど、君のこと認める。フライトレポートのデータを見ました。不思議なことだけど、あなたの飛び方って最近少し私に似てる気がして。あなたはどこから来たの？かつてゼネラルリソースが多国籍企業体として誕生した結果、国家という枠組みは崩れ去り、歴史は新しいフェーズを迎えることになりました。そしてこの巨大な海上移動都市メガフロートの姿は、今やニューコムのシンボルであり、それは彼らの新しい力を我々に見せつけているかのようです。今各地で始まった紛争を事実上仕掛けているニューコムは、何を求め何を望んでいるのでしょう。我々はこの紛争がやがて歴史をどのように変えるのか、まだ知らされてはいません。ただどんな結果になるにせよ、一つだけ言えるのは、両企業に挟まれた形のユーピオには、現状の治安維持はできても歴史に新たな結果を残すことはできないであろうということでしょう。聞いたか、今さっきフランカーと彼女のエンジンシステムがぶち壊れたらしい。しかもそれが整備不良のチェックやってた時のミスでだ。お前も整備には気を使った方がいい。まったく、いくら最近出撃が増えたからってそりゃない話だろ。こんなことだからユーピオはハリコの虎だとか軍隊ごっことか言われるんだよ。この状態じゃレナのやつ当分出撃できないことになるだろうな。こんな時割り込んでごめん。出撃命令です。いよいよニューコムの連中本気で歴史を変える気みたいね。タイミング悪いけど、ユーピオの大スターは欠席。私たちだけで何とかしましょう。じゃあ、あとは上で。海上移動都市メガフロートにニューコムの機動艦隊が集結しつつある。ニューコムの体制が整う前にこれを叩く。なお、メガフロートには多数の民間施設が、また港湾近くには民間船舶が存在する。作戦遂行にあたり、これらへの被害を極力避けること。
戦力の総投に移れ。
accomplished. Now, the main mission is completed. The president of Clarkson's negotiations have been completed. Newcom and General Resources have been signed a peace agreement. The main mission is to stop the attack.どうにも間の悪い話じゃないか。ここでの停戦など老人どもが決めたまやかし。時代はすでに変化を望んだ。そう思わないか。ディジョン、一度しか言わない。お前がこの世界で何かをしたいのならユーピオはただの階段に過ぎない。もしその気があるのならこのままゼネラルに来い。その勇気がお前にあるのなら私が新しい道を作る。ゼネラルのエース気でも違ったの？ねえ、これは罠よ。こいつを移籍させる気か。危険だ。危険のない賭けなど。機動艦隊は停戦協定により撤退した。この協定により当分の間戦闘は行われないだろう。あなたの判断は正しかったと思う。彼は危険だわ。それにこんな紛争長く続くはずがないし、そのためにユーピオがあるんだもの。このようにニューコムの先端技術は今までゼネラルリソースにとって苦手とされてきたバイオテクノロジー、ナノテクノロジーの実用化、世界規模でのエレクトロスフィア環境の整備、そして宇宙開発への積極的な着手によって確実な力を生み出していった。このメールはサーフのメンバーにのみ送信されている。注意して聞いてほしい。昨日の協定は現時点で破棄された。我々の得た情報によると、すでにゼネラルは協定の隙を突き、ニューコムを一気に攻めるようだ。クラークソン代表が心血を注いだ協定をこのように無視した暴挙はユーピオとして見逃すわけにはいかない。そこでサーフの出番となる。今まで以上の活躍に期待する。まったく司令らしいやり口じゃないか。もともとユーピオはゼネラルの下請けみたいな仕事ばかりしてたくせに。そのくせニューコムにもいい顔をしておきたいんだってことだろう。なあ、本当の戦争屋はどこにいるのかってことを俺たちもっと考えた方がいいのかな。停戦協定にもかかわらず、ゼネラルリソースの部隊がニューコム側の基地に対し侵攻を開始した。停戦を維持するためにも両軍間の交戦は絶対に回避すればならない。ニューコム航空基地の防衛に当たれ。
接近を確認している。作戦を変更し、この増援部隊の進行を阻止せよ。アップデートターゲット。
Mission accomplished. は成功だ。両軍の衝突は回避された。こんなことって本当はあなたに言うべきじゃないのかもしれない。でも聞いてほしかったから。私今サーフがやっていることはどこかおかしいと思う。私たちが維持するべき治安はこんな表面的な戦いだけで解決なんてできない。もっとずっと大きな、まだ見えては来ないうまく説明できないんだけど、誰か別の いい、忘れて。これが R ナンバー？もうユーピオのロゴ入れたのか。ニューコムも必死なのさ。停戦も終わったな。命令を伝えます。不審な航路で索敵中のゼネラル偵察機を捕捉、追跡します。今回は敵機少数での確認任務のため、私とあなただけでとのことです。あ、これは久しぶりに飛ぶ私のリハビリってことみたいです。なのでよろしくお願いします。冷戦区域にゼネラルリソースの偵察機を確認した。またしてもゼネラルリソースが不穏な動きをしているようだ。その意図を確かめる必要がある。この侵入した偵察機を追跡しろ。なお上空はレーダー網が張られている。高度には十分注意せよ。Caution.
あの施設にはいずれ査察団が派遣されるだろう。今日は私のリハビリに付き合ってくれてありがとう。あと何か、あそこにあった何かが私を呼んでいた気がして、でも、もしかしたらまたあなたに相談するかもしれない。
July 21st, 2032. Location, General Resource. Doe Development Facility. Sound data missing. これから話すこととお願いは、聞いた後にあなたが賛成してくれても、もしも反対したとしても、何も尋ねないで、誰にも言わないで、黙っていてほしいんです。それがとても都合のいい話なのは自分でも分かっています。でもそれでも他に頼める人も相談できる人もいないから、聞いてください。それは私にとって生きる意味と同じぐらい大切なもの。ナイトレーベン、それを探しに行きたいんです。前回の作戦で私たち二人が偶然発見して、あなたが破壊してしまった施設に関係があることです。今はそれだけしか言えません。でも一緒に来てほしい。もちろんこれは無断行動で規約違反、それを知った上ででも来てほしいんです。帰還せよ。ごめんなさい、私は行きます。今ならまだ戻れます。大丈夫、気にしないで、一人で大丈夫だから。リサイド、停戦区域にゼネラルリソースの偵察機を確認した。攻撃してくるようなら反撃し制圧せよ。インターセプト。キーをキャッチ。直ちに迎撃態勢を取れ。Update target.
Caution. Stall. Caution. Stall.今回の命令違反に関しては、侵入したゼネラルリソース機撃退の功績により、特別に不問とする。ただし、作戦外行動について早急に報告書を提出せよ。が、どうしてなのか、実は私自身にもわからない。ただ、私に似ているあなたなら分かってくれるって思えたから、ありがとう。今回の件、フライトレコーダーからあなたの行動を全て消去しておきました。だから忘れてください。それから報告書は私が提出しておきます。サーフに緊急出動だ。詳しい目的に関しては暗号化して送っておいた作戦情報に従うように。今回も些細なミスの許されない超法規的活動である。心してほしい。以上。ゼネラルリソースとニューコムを一時停戦させた我がユーピオのクラークソン代表が、停戦調停のため専用機でレイニー岬に向かうことになった。エリックと共に同機の護衛を命ずる。また機内の護衛としてフィオナが代表と同行する。本作戦は極秘任務であるため、少数精鋭による隠密行動を旨とする。以上。Engage.
防衛したようだ。ゼネラル機が複数接近しつつある。直ちに迎撃態勢を取れ。こうやってゼネラルにはしっかりバレバレじゃねえか。ボールはこれ何なの。フィーパーソン邪気だよ。フィー気をつけろ。答えろ。目標に接近しました。レナ、来てくれたのか。助かった。作戦の変更だ。今回の専用機の行動はクラークソン代表とフィオナによるスパイ活動だということが明らかになった。護衛の任務を解除。専用機を撃墜せよ。了解しました。待てよ、あそこにはフィーがいるんだ。本気か、レナ。待て、撃つな、やめろ。その事実の確認は不可能。命令を優先します。いや、通信機はジャミングで壊れてんだ。なあ、フィー、答えろ。目標はあなたに任せます。俺はフィーを助ける。Decide. こちら NEU、 ユーピオ専用機を制空圏内へ誘導します。空中給油を受けてください。機体を適正な位置に合わせ安定させてください。リフュー。
こそニューコムへ。我々は明日の世界を創造するソフトウェアの供給を目的に活動を続ける複合企業です。ニューコムグループはコンピューター関連での環境開発を中心とした情報環境開発事業部ニューコムインフォを軸に、宇宙環境開発事業部ニューコムスペース、生命環境開発事業部ニューコムバイオ、通信環境開発事業部ニューコムスフィア、広報外務部ニューコムパブリッシングという大きな5つのセクションに分かれ、まず最初に、今回私たちの無作法な訪問にもかかわらず、嫌な顔一つせず扉を開け温かく迎えてくれたニューコムの皆さんに感謝を。一人のパイロットとあなたたちの勇気ある決断が私たちを救ったのです。そして私は今日の出来事を忘れることはないでしょう。本日午後3時をもってユーピオ代表議員ガブリエル・ W ・クラークソンは私の部下と私の専用機乗務員38名と共にニューコムグループへの移籍を宣言します。この決意に至る。はい、クラークソン代表議員による緊急記者会見をお送りしていますが、どうやら中継の音声が途切れた模様です。中継の回線がつながり次第会場の映像に戻りますが、それまでもう一度今回の移籍劇についての現在までに分かっている情報を整理したいと思います。代表を乗せたユーピオ専用機からの無線をニューコムが受けたのが本日の午前11時ごろ。同機は明日からレーニー岬で開催されるメリトン地域緊張緩和協議会へ出席する代表を乗せ、ケープレーニー空港へ向かう途中、ランバート山脈地区上空でゼネラルリソース所属と思われる戦闘機からの攻撃を受け、同機の護衛機と交戦状態に。その直後、同機は続いて現れたユーピオ所属らしい別部隊からも攻撃された模様。そして同機と護衛機はコースをニューコム制空圏へと変更、午後4時テニス空港に緊急着陸したのです。ニューコム側の情報筋では、この事件をかねてから穏健派としてニューコムとも友好関係にあったクラークソン代表を暗殺する目的でゼネラルリソースと一部のユーピオが共謀したものと判断している模様です。そしてニューコムが今回事実上クラークソン代表の移籍を受け入れたことで、今後のゼネラルリソースとニューコムの関係に大きな緊張を生むのは避けられ。あ、いたいた。ちゃんとニューコムに転職できたみたいね。それでこっちでも私たちまた同じチームに決まったからよろしく。まあとりあえずそれだけ。あいた。分かってる、ちゃんと言いますから。まあさっき議員から聞いたんだけど、うわっ、じれったい。ありがとう、心から感謝するわ。あなたの決断が議員とフィーの命を救ってくれた。その決断と行動力にこれからも期待してる。あ、そうそう、私はシンシア NEU チーフコンサルティングパイロット、つまりあなたの上司です。はじめまして、よろしく。もう姉さん変わってよね。それからフィーはね、私にとってたった一人の妹でもあるの。だから個人的にもあなたにはすごく感謝してる。それじゃあ次は任務でね、バイ。なんで切るの。停戦状態にもかかわらず度重なる攻撃を仕掛けてくるゼネラルリソースにこちらから攻撃を仕掛けます。新開発の高高度攻撃機モビュラで出撃、そこから古機のレモラで発進してゼネラルリソース所有のホワイトバレー空軍基地を破壊してください。
ユーピオのエース、うちの新型乗り心地はどう？さあ実力見せてもらいましょうか。レモラ、モビュラから切り離します。リリース。リリース。敵の増援部隊が迫っています。引き続き残存兵力を相当してください。アップデートターゲット、時間リミット案内です。
ークをやる。レーダーを狙う。ボーガイ。ボーガイ。ミサマバル。ホワイトバレー空軍基地の破壊に成功しました。今日はお疲れ様。新しい環境にもすぐに慣れてほしいと思う。君には期待している。今回の転職はいわば巻き込まれた形での結果だけど、ここはゼネラルやユーピオと根本的な考え方の違う組織だから、私たちニューコムが目指している新しい世界を自由に自分の目で確かめてほしい。そして早くニューコムの一員になってほしい。これから一緒に行動することが増えると思う。今日の活躍、今後の力になるはず。では。あっと、フィーです。もうニューコムには慣れた？私はずっとこっちの考え方を姉から聞かされてたから、その反発もあったからなかなかね。まああんなことがあって戻る場所なんてなくなっちゃったんだから、やるしかないよね。というわけで続いての話題は、ニューコムのみならず他社でも注目の新技術、サブリメーションによる人間の意識の複製。まずは実際に現場で指揮を執って開発を進めていらっしゃるニューコムのサイモン博士とデータスワローでつながっておりますので、そちらから。こんにちは。
あ、もう喋っていい？じゃあまあ、歴史についてから話そうか。まだ政治が権力を握っていた頃のコンピュータ技術は人間の道具に過ぎなかった。そして私たちは SF 小説や映画、テレビゲームといった空想の中だけでコンピュータや機械に人格を持たせて、ロボットやサイボーグといった夢を見ていた。しかし未だに人間の複雑な感情を持った賢いコンピュータや人工生命には私お目にかかったことがない。それはなぜか。もともとの発想が間違ってた。そう、まだ無から生命を作るのは神だけができること。そうではなく、私たち人間の方が機械やコンピューターになるのなら可能性がある。例えばだ、私はメガネをかけていますが、これも考え方によっては一部を機械化したサイボーグとも言える。こうした人間の能力を補うための機械群、その延長にある究極の世界が人間の脳を構成している人格をそのままデータとして数値化し、コンピュータ上にコピーする。いわば脳のデッドコピー開発。それが私の研究です。いいですか？これはかつての夢物語ではありません。実際この計画に賛同し、実験参加希望者もニューコムから続々と申し出があるくらいで、一部のマスコミが私と私の実験のことを叩いておりますがね。そりゃ昔の人が飛行機の姿を見て、あんなに重い鉄の塊が空を飛ぶのかと非難していたようなもので、馬鹿げた臆病者。ああ、すいません、何か回線の状態が悪いようですね。博士、聞こえますか？ではここで一度 CM に。割り込みで失礼。出動要請です。詳しくはブリーフィングで。新しい R ナンバーも配備してあります。自分に合ったコフィンを見つけるためにもいろいろと試して。では上で会いましょう。我々ニューコムが進めている宇宙開発計画用のスペースシャトルが帰還します。しかしこれをゼネラルリソースが妨害しようとしている情報をキャッチしました。無事にスペースシャトルが着陸できるように護衛してください。
Caution, stall. Caution, stall. Bullseye. スペースシャトルは機君の護衛により無事着陸することができました。まずこのメールは個人的なものです。で、そうそう、シャトルの連中も感謝してた。宇宙での実験結果も無駄にならなかったし、私も君がニューコムに来てくれたことを感謝してる。その腕があればきっとどんな新しい R ナンバーともシンクロできるはず。まるで翼の先でも風を感じてるみたいだって思った。それだけです。じゃ、今日あれからシャトルの人たちと会いました。宇宙から空に降りてくる時の感じって肉体で知る重力の再発見だって言ってました。私たちは空より上には上がれないんだってことを彼らと会って感じました。こういう人たちとの出会いがあるとニューコムの新しさにも慣れることができそう。君はどうですか？もう慣れましたか？フィーでした。トップニュース7の時間です。まずはじめにフェイスパーク紛争以後緊張状態が続いているゼネラルニューコム情勢について新たな動きがありました。ゼネラルリソース広報部で行われた緊急記者会見によりますと、ゼネラルリソースの人工衛星がニューコムの攻撃によって破壊された模様です。ゼネラルリソース側の発表は、この衛星はもともと民間利用目的で使われていたものであり、今回の攻撃はニューコムの一方的な破壊行為であると激しく非難しました。
しかしこの会見に答える形で続いて行われたニューコム側の会見では、攻撃に関しては認めたものの、この衛星は軍事目的で使われていたものだったとしており、両者の発表には大きな食い違いが見られ、今後の同社の動向が注目されます。ニュース見た？もう誰にも止められないところまで来てる気がする。結局どっちも自分たち以外を認めたくないってことしかわからないし、ユーピオもクラークソン代表がいなくなってただのゼネラル関連企業って感じで、今国っていうものや政治っていうものが力をなくして、経済がゼネラルを巨大な力にして、今度は経済を科学が否定しようとして、いつになっても戦いはなくならない。サーフにいた時には自分が戦う目的が戦いをやめさせるためにあったけど、ニューコムの科学がここの科学者たちが言うような素晴らしい未来を作るとも私には思えない。それでも自分がここにいるのは姉さんや君と飛びたいってことしかなくなってるのに気がついたんだ。我々の偵察衛星が海上に落下したとの連絡が入りました。すでに回収部隊が向かいましたが、事態をゼネラルリソースがキャッチし、衛星の持つ情報を奪取しようとしています。回収部隊を援護し、ゼネラルリソースへの機密漏洩を防いでください。
回収作戦成功。偵察衛星の機密漏洩は無事回避されました。またいないみたいなのでメールで残します。実は相談したいことがあって。と言ってもいつものことなんだけど、シンシア姉さんのことで。実はサブリメーションの被験者リストに彼女の名前を偶然見つけたんだけど、科学やコンピューターの世界に対して夢を持つのは別に悪いことじゃないし、だからニューコムを彼女が選んだのも知ってる。だけどまだ実験段階の技術をなんでわざわざ姉さんが受ける必要があるのって。どうしたらいい？もしかしたらもうフィーから何か言ってきたかもしれないけど、彼女の相談に乗ってあげてほしい。もう私から彼女にしてあげられることって少ないから。なんか兄弟喧嘩に巻き込んじゃったみたいになっててごめん。ただ正直な話、途中からこっちに来たから相談できるような人は君ぐらいしかいないと思うし。姉さん、ニューコムで実験を予定しているサブリメーションの被験者に姉さんの名前が。ああ、そのこと。志願したの。何のために私が今までニューコムにいたと思ってたの？いつまでも姉さんは同じ。夢を見るなら眠ってる時だけにしてよ。夢？ただの夢扱いする気？あなた私の何をどう知ってるつもり？誰にも口出しさせない。たとえたった一人の妹にも。姉さんは体や心まで捨てようとしているんじゃないの？まだ実験も成功していないサブリメーションなんて無茶よ。一体何が知りたいの？誰もが進むべき次なる世界。そう、まだ誰も体験したことのない、全てが新しく未知の知覚や感覚によって構成されている宇宙を知りたい。生きるものが必ず持つ肉体が精神や魂といった未知の可能性を秘める存在にまで限界を作っているのよ。たとえそうだとしても、姉さんが望んでいるのは自然から与えられた人の力を超えてる。それは危険な力だわ。そう、その通り。私が欲しいのは選ばれた者が手にすることのできる新しい世界への扉をこじ開ける力よ。人間は決して神にはなれないのよ。さっきまた喧嘩しちゃった。なんかダメ。どうしても姉さんが言葉にする科学の力でこの世界を変えるみたいな話って信じられないし、それでも自分がここにいるのは姉さんが心配だからだって言ったら
すごく怒られて、自分のしたいことをしろって。でもずっと自由に育ってきた姉さんの後ろ姿を見てきた私には、ねえ、君は何のために戦っているの？コミュニケーション interrupted. Decrypting urgent message. これは個人的なメールです。閉じたら消去されるようになってますので。実は私、ニューコムが行う人格のコピー実験に被験者として参加しようと思って登録したんだけど、会社から止められちゃってて。それは立場的な問題とか人間関係的な部分で、よく考えろなんて上司に言われたんだけど、私にはその発想がすでにゼネラル的じゃないかって。立場とか人間関係なんてことを超えて分かり合うために人間のサブリメーションがあるはずなのに、そういう意味ではニューコムもまだまだなのかって。それがショックだったけど、でも私は諦めてないから、自分でチャンスを作る。そんな計画にも誘われてるし、その時が来たらちゃんと君にも話すし、もしも君が望むなら私と一緒にチャンスを手にしてほしいとも思ってる。ただその時にフィーのことだけは心配だから、最初君に話しておこうと思って。すごく個人的なお願いで申し訳ないけど頼みます。では。ああ、そうそう、この話まだフィーには言わないで。Information download complete. File deleted. ゼネラルリソースが我々の進行に対抗すべく空軍基地に兵力を集結中との情報が入りました。そこで低空で侵入して防空レーダー網を避け空軍基地を襲撃します。高度には十分注意して任務を遂行してください。なお今回の任務から新型機デルフィナス3が配備されます。ご検討を祈ります。
Missile alert. Bullseye. Warning. Missile alert.直ちに帰還してください。 私を信じる気があるのなら、君にはこのままついてきてほしい。事情は後で説明します。ふざけないでねえさん。彼女についていっちゃダメ。 活躍により、ゼネラルリソースの妨害を食い止めることができました。なお、今日報告書でシンシアは撃墜されたことにしました。だからあなたも彼女は死んだことにしてください。お願いします。これがバカな姉を持った妹にとってできる最後のことなんです。 ゼネラルリソース系列の報道機関では、現在放送内容について、キーワード検閲か配信システムに組み込まれたとの発表がありました。このような大規模な報道規制が施行されるのは初めてのことです。現在この番組は、独立系パーソナルベースの放送局からお送りしています。それではここで、我々が独自に傍受した映像を無検閲でご覧いただきます。 我々の決起を多くの人々はまだ誤解していることだろう。確かに現時点で人々が目にしているものは人類にとっておなじみの殺し合いに過ぎないからだ。ただこれだけは言っておこう。ゼネラルリソース、ニューコム、
ユーピオといった組織が保持している軍隊とたった今も行われている交戦は、我々が望む革命にとって入り口。そう、我々にとって真実の敵とはゼネラルリソース、ニューコム、ましてユーピオなどといった権力ではない。この革命が完成するとき、我々が、いや、人類全体が掴むものはこのような権力ではない。我々にとってこの攻撃は必然である。肉体という自爆にしがみついた物欲の支配する世界、欧米型巨大多国籍企業の経済力が政治や司法制度といった旧世代の権力構造を凌駕していった時点で、我々は目覚めるべきだった。しかし我々に肉体がある限り、物欲からの支配を拒絶するのは難しいのもまた事実である。そう、肉体という越え難い境界によって維持される我々の生命は常に欲によって縛られているからだ。食欲、性欲、睡眠への欲、これら生命を維持するために必要な最低限のものですら貨幣によって手に入れねばならない。我々人類は未だかつて一度もこの呪縛から完全に解放されたことはないことからもわかるはずだ。人類の限界とは、あまたの欲望に縛られた肉体なのだ。この声明はウロボロスと名乗る組織から出されたものです。このウロボロスに関して詳細な情報は分かっていませんが、ゼネラルリソース、ニューコム、ユーピオに所属していた隊員が多数参加しているという情報が入ってきています。彼らは全人類のコンピューターを使ったデータ化を要求しており、死亡者の中にはすでにサブリメーションした者もいると言われています。クーデターの参加者たちのリストもスフェアで公開されています。ご覧のように各部隊からエリート社員が参加しているようです。中でもニューコム側からの参加者が多く、特徴としては革新的な実験の被験者リストにも名前が挙がっている人が多いようです。実際に彼らが肉体を捨ててサブリメーションしているのか詳細は不明ですが、このテロ集団の目的ははっきりしてきました。今のニュース、ウロボロスって姉さんの言ってたやつなの？まさか本当にこんなこと始めるなんて。確かに私もニューコムだけじゃなくてゼネラルもユーピオだって信じられないけど、だからってこんなテロもどきの戦いでこの世界が、歴史が本気で変わるとでも思ってるの？バカみたい。私姉さんと一緒にいたかったからここに残ってたのに。私必ず彼女を連れ戻すつもり。あなたにも助けてほしい。きっと分かってくれるって今でも信じてる。クーデターが起きてしまった以上、我々ニューコムはゼネラルリソースと戦う前にクーデターを起こしたウロボロスを叩きます。空中空母から出撃したウロボロスの戦闘機を全て撃墜してください。Warning.
空母スフィルナが出現。全力でこれを破壊してください。アップデートターゲット。あれはスフィルナ。ワーニング。なんて大きさ。ミサはワーニング。
Caution. Bull eye. はが立たない。 戦力を低下させることに成功しました。しかしスフィルナはまだ落ちていません。 空母スフィルナは予想以上の戦力です。引き続きスフィルナを攻撃し、何としても撃破してください。
姉さん、どうでしょう？聞いて、私が見えないの？ヒーチや！ウロボロスの戦力を低下させることに成功しました。しかし、スフィルナはまだ落ちていません。ねえ、ケンキ。私たち、シンシア殺しちゃった。あんまりバカだから、しょうがないでしょ。ねえ、私が悪いんじゃないでしょ。ねえ、そうだって答えて。もうこれからどうしたらいいんだろう。でも一つだけはっきりしてることがある。私、あの男ウロボロスのディジョンを倒す。姉さんの夢をもてあそんで騙したあいつ、それだけは分かってる。海上移動都市メガフロートがウロボロスの正体不明機によって壊滅的な損害を被りました。これ以上被害が広がらないよう、一刻も早くウロボロスの中枢空中空母スフィルナを破壊してください。
Caution. Stall. Caution. Stall. Danger. Bullseye. 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 Thank you.
撃墜したスフィルナから脱出する機影を2機確認しました。1機は例の正体不明機です。ジオフロントの通路へ逃げ込んだ2機を追撃してください。あのどちらかに絶対リディオンが乗っている。元凶め、
ントダウンする。エンゲージ。カーション。ダメージ。タッキング。コールダウン。カーション。コールダウン。ジオフロント内に逃げたもう一機はビジョン機と判明。追撃してください。了解。ビジョン、悪夢やりなさい。さっさと、どうせもう体もないくせに。確実に息の根を止めろ。奴がエレクトロスフィアに逃げ込む前に。お前は雑魚と無知、私の何が分からん。アップデートターゲット。帰ろう。もうここには何もない。この空には。私たちずっと一緒だったね。今までありがとう。こんな私のこと何度も助けてくれて。私ミューコも辞める。だからこのランデブーが最後のフライト。この空と君を忘れない。それからシンシアのいた空。
知られません。これがディジョンと名乗る元ゼネラルリソースのエースパイロットとその仲間が引き起こした事件の結末です。彼は果たして本当にサブリメーションされた人間だったのでしょうか。しかし今は…姉さん…バカな人…メッセージダウンユーザーアンノウン。はい、フィー。姉さん、きっとあなたのことだから今頃は私のことでひどく落ち込んでるんでしょうね。でもあの時は仕方なかった。誰が悪いわけでもない、むしろ感謝してる。あなたが私の肉体を消してくれたから。私は私の夢だったこっちの世界に来れたんだし、あなたは多分これを聞いても信じないかもしれない。でもエレクトロスフィアは確かにある。そして素晴らしい。 End of file.